スマブラでは非常に多くの作曲家さんに非常に多くの楽曲をアレンジしていただいています。どのようにしているのかざっくり説明をしますと、まず私がアレンジする曲の候補をさまざまな作品から選んでおきます。これは候補なので実際にアレンジされる楽曲数よりかなり多めです。次に音楽家さんを集め初注意を行います。スマブラにおけるアレンジ音楽の要点はこうです。テンポ感やテンションは対戦に合うものにすることを前提に。3、2、1、5の試合開始カウントを踏まえつつ、イントロがあるのは有効。カウント後に音楽を始めることも可能。昔のゲームを元にすると少し短いこともあるので、メインを流したら変調的に他の曲を混ぜるのが有効です。変化の多いゲームなので変調を含める抑揚は多めに続けるもの。最後にクライマックスに向かう。ループポイントはイントロ前にも後にも設定可能。時間は時間制だと2分、スマブラスペシャルでは2分半なので、そこまでに終わってループの頭が少し聞こえるぐらいで終了するのが基本です。という感じです。説明が終わったら曲を選んでもらいます。皆さん他のゲームに必ずしも詳しいわけではないのですが、思い入れがある楽曲があれば担当してもらえるならその方が良いし、そうでなかったとしても自分が得意と思う曲を選んでもらった方が良いですから、こちらから指定することや指定を望まれることもあります。そういった場合、その音楽家さんが得意としそうなところから選びます。特に器用に何でもできそうな人は多いですが、それでもより有利そうなところはありますから。誰が何系と話をしたいところですが、全員話さないと不公平になるので、ここでは伏せておきます。それぞれ音楽さんが持ち帰っていただき、原曲を確認しつつ制作上げていただきます。もちろん私は全曲をチェックします。2度の私の監修を経てブラッシュアップしていきます。私の監修はスマブラスペシャルチーム内のサウンドディレクターを通じて行われます。感覚的にはわかるけど、音楽の専門用語を私は持ち得ないので、こうすることが最も良いのではないかなと思っています。これでうまくいってますしね。監修内容で比較的多めなのは、テンポ感、抑揚、原曲からの再譜ミス、アレンジの方向性など相違です。私自身はゲームアレンジ CD を買ってがっかりした経験が何度もありました。アレンジしてくれるのは嬉しいけど、別物の曲に改造されては仕方がない。そういった経験から、主旋律のメロディーは同じ、口ずさめば概ね原曲と同じようになるということを重視しています。例えばスターウォーズのテーマが毎回違ったら気持ち悪いですよね。お客さんは多くのものの中の一つとしてそれらを聴いています。同一でマンネリだろうと違うものにしたかろうと、同一性は保つべきですね。結果はスマブラの恐るべきサウンドライブラリーで山ほど聴くことができます。楽しんでください。次回のサウンドカテゴリーにて制作に少し詰まった話をしようかなと思います。